皆さんこんにちは。今回はヤンデレトリニティというゲームをやっていきたいと思いますが、このゲームはですね、ヤンデレトリニティというゲームなんですけど、トリニティって全然言えなくないですか？トリニティ。はい、ヤンデレトリニティっていうゲームなんですけど、なんか3人のヤンデレから逃げろって、なんか概要欄に書いてたんですよ。はい、じゃあやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。女の子のヤンデレか男の子のヤンデレを選んでね。あ、選べるんだ。男の子のヤンデレもいるんだ。女の子だけだと思ったけど、とりあえず女の子からいきます。女の子が好きなんでね。はい。僕ちゃんと女の子が好きなんで。ケース1、ケイトの場合。僕の名前は誠。どこにでもいる高校生だ。なんかフルボイスって書いてたんですけど、多分これ主人公以外は全然喋るってことですよ。多分ね。すいません、なんか喉に詰まってなんか一瞬死にかけました。両親が仕事で海外に行っちゃったせいで、一人暮らししてるんだ。でも寂しくなってない。だって、僕には可愛い彼女がいるんだから。あー、なるほどね。その彼女が病んでるってことね。彼女は同じクラスの委員長。美人で料理が美味しくて、僕なんかにはもったいない彼女だ。今日も海外宿、僕の家で家事を手伝ってくれてるはずだ。めっちゃいい子やん。僕は世界一幸せな男かもしれない。くたばれば語れが。ほら、玄関を抜けるといい匂いが漂ってる。ご飯が待ちきれねえぜ。へへへ。ただいま。おっかえりー。おっと、もう遅いから心配しちゃったよ。すごくぷよぷよのキャラクターに出てきそうなキャラクターですね。お風呂にする？それとも、わ、た、し？あ、ご飯です。え？なんちゃって。笑ってんじゃねえよ。今日はね、肉じゃが作ってみたんだ。今までで一番よくできたから、楽しみにしててね。いや、肉じゃがって誰でも作れそうな雰囲気で言ってますけど、めちゃくちゃ難しいですよね。肉じゃがってまずじゃがいもが崩れるからね。じゃがいも溶けてしまう可能性もあるから、この肉じゃがを作れるこの女子高生は多分すごいいい子です。なに？なんでここにいるの？ケイトちゃん。この子がケイトちゃんなの？やだな、もう。付き合ってる彼女が家にいたらおかしいの？彼女？誰が？俺普通に主人公の名前がケイトだと申しました。はい、この子はケイトちゃん、同じクラスの子だ。この子が彼女じゃないんだ。おかしいな、ケイトちゃんとはただのクラスメートなんだけどな。もしかしてケイトちゃん僕をからかってるんだろうか。やだな、もう。私たち家も隣同士、学校もずっと一緒、それに、はい、ずっと付き合ってるじゃない。もう恥ずかしいこと言わせないでよね。なんかすごく怪しいからとりあえず帰ってください。付き合ってるって冗談だよね。家も隣じゃないし、学校も高校から一緒になったはずだし。ケイトちゃん、あまり話したことなかったけど面白い子だったんだ。え、今までの流れで面白いと思うの？ケイトちゃん面白いこと言うね。それで今日はどうしたの？今ご両親のお仕事で家に一人なんだってね。ご飯とか洗濯とか大変かなと思って。まあ大変だけど帰って。え、なんでそれ知ってるの？っていうかそれでわざわざ来てくれたの？まあね、彼女なんだし、これくらい当然っていうか。だって彼女じゃないんでしょ。いや普通に君今頭おかしいってことでしょ。その彼女っていうのやめてくれないかな。一応僕彼女いるからさ、こんなところ彼女に見られたら浮気してると思われちゃうよ。何言ってるの？彼女は私でしょ。いやこれヤンデレやない、これただの頭おかしいやつや。お前ヤンデレやない？いや違うけど。違わないよ。ああヤンデレや。ケイトちゃん。ああヤンデレや。もう一回聞くね。ああいいよ。彼女は私だよ。違う、帰れ早くバカ。これまずいっすね。どっから出したんそれ。もう血ついてっけど何したんそれで。オーラ出てんじゃん。お前チャクラ持ってんだろ。セーブします。まあここはですね、一旦否定しましょう。あ、違うって言ってるじゃん。にしましょう。はい。え、収まんの？おーい、聞いてる？順番が狂っちゃうけど。あれやばいよ。まあいいか。何が？ケイトちゃんってば。ごめんね、こっちの話。顔色悪くない？お前それよりさ、私昔から料理するのが得意だったの覚えてる？知らん。え、いや知らないけど。誠、きっと私の料理の腕を見ればそんなこと言わなくなると思うんだ。そうなの？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 だから一番近くで見せてあげるね。おお、頑張れ。じゃあさよなら。くわ。それじゃあクッキングスタート。うん。
まあ、ですよね。はい、その通りでございます。はい、その通りでございます。そうよね、私が彼女よね。もう、冗談ばっかり言うんだから。ちょっと一回だけ水落ちに思いっきり腹パンしていいですか。水落ちに思いっきり腹パンって何ですか。ごめんごめん、包丁持ってたけど料理の途中だったから持ってただけだったよね。ね、肉じゃがを作るにしては大きい包丁だな。ほら、冷めないうちに食べよう。ああ、美味しそうな匂いがする。理由はよくわからないけど心配してくれてくれたってことなんでね。せっかくだからいただこうかな。ん、あれ、なんだかこの肉じゃが妙に赤黒いな。あ、そういうことですか。肉じゃがの肉ってその肉ですか。あの、これ腕によりをかけて作ったんだから。おお、え、でもこれ残さず食べてね。あお、すごいよ。おっと、これはまずいですね。セーブした方がいいですね、これね。はい、セーブしなくてもいいですね、このゲーム、確か。なんか選択肢に戻るって言ったら、このなんか直前のところまでやってくれる、すごいいいゲームなんで。こんなまっすぐなもの食えるバカ。こんなまっすぐなもの食えるか。そういうこと言うんだ。わかった。じゃあ食べなくていいですよーと。はい、じゃあ帰って。ふぅ、助かった。その代わり、私が食べまーす。はい、いいですよ、どんどん食べてください。で、体調不良になって、そのまま死んでください。どうぞどうぞ。それじゃあ、いただきます。はい、召し上がれ。え、まこと美味しそう。これでようやく私たち一つになれるんだね。出た、よくわからん。とりあえず殺せば一つになれると思ってるやつ。うった、助けて。次は何の料理を作ろうかな。もう一回肉じゃが作れば。ああ、そういうことですね。これ選択肢戻ると押すと、はい、これ別にセーブしなくてもいいっていう、すっごいいいシステムですね。いただきます。うわ、美味しそうだな。いただきます。これ髪の毛ギャッギョッゴ。大丈夫？どうしたの？どうしたのって。もう急いで食べるからだよ、そそっかしいんだから。このテンションの時に思いっきりビンタしたらどういう顔するんだろう。よくわからないけどこのままここにいるのはまずいぞ。ケイトちゃん、なんだかさっきから怖いし。あれ？っていうか、あのケイトちゃん、ここに彼女ってじゃなくて女の子がいなかった？僕が帰ってくる前に。え、女の子？わかんない。うん、わかるね、その反応ね。猫ならいたけどな。うん、そっか。っていうか猫？猫なんて飼ってないけど、どこから入ってきたんだろう。怖いな。本当だよね。邪魔だったから駆除しておいたよ。わお、駆除？ケイトちゃん、猫を駆除したの？ダメだよ、そんなことしたら。そういう時は警察に連絡しなきゃ。そう、あの猫も同じこと言ってた。うん、猫がね。それでうるさかったから料理しちゃった。おお、すごい。ん？猫の話だよね。そう、猫の、泥棒猫の話。おお、はい。なんだろう、ケイトちゃんから狂気を感じるぞ。おかしいな、僕は今料理を振る舞われながら猫の話をしてるだけなのはずなんだけど、冷や汗が止まらない。それにしてもケイトちゃんはいつまで包丁を持ったままなんだろう。僕、そういえばこれから大事な用事が。ちゃんと食べてよ、せっかく彼女が作ったんだからさ。いや、今日はお腹の調子が悪くてさ。そっか、そんなにお腹空いてたんだ、嬉しいな。今ビンタしようぜ。ダメだ、会話が成り立たない。このままじゃあのよくわからない肉で作られた肉じゃがを食べる羽目になるね。食べて。いただきます。ああ、これで彼女に電話しましょう。一旦これ絶対死ぬから、どうせ。その前にちょっと電話を。ん？着信音がする。どこから？あれ、お皿の中から着信音が。僕は走った、靴も開かず裸足でひたすらかけ続けた。逃げたのね。え？え？ちょっと待って。あ、普通こういう風に逃げ切れたら次のパターンに行くってこと？僕の名前は誠、独立高校生だ。いや、ちょっと待って、さっきの選択肢ちょっと、あれ別のやつ気になるんですけど、ちょっと一旦戻っていいですか？ちょっと一旦この潔く食べましょう。いただきまーす。召し上がれ。このまま平和に終われ。もぐもぐ。味は悪くない。なんだ、一口食べた途端、めまいが。ケイトちゃん、これ、何か。大丈夫。腕によりをかけて、美味しく料理してあげるからね。え、結局やられんの俺。ダメだ、眠い。
え、何もしてないのに結局殺されんの俺。え、お前理不尽すぎん。はい、じゃあケースやっていきたいと思いますね。様はね、僕の名前は誠、どこにでもいる高校生だ。両親が仕事で海外に行っちゃったせいで一人で暮らししてるんだ。変なクラスメイトにつきまとわれたりして大変だったけど、なんとか生きてます。あ、本当に続きなんだ。じゃあ肉じゃがの肉になったと思われた彼女も無事だったみたいで。あ、え、そうなんだ、大丈夫だったんだ。本当によかった。今は彼女との時間を大事にしていきたいと思ってる。改めて僕は世界一幸せな男かもしれない。多分、いや、お前絶対幸せじゃねえよ。だってどうせまた次も悲劇なが起こるんでしょ。はっ、ここは。おはようございます、お兄様。おー、なんかいかにもなこきた謎の眼帯。シノン、この子はシノン、僕の義理の妹だ。最近まで僕とは別の全寮制の女子校に通っていたのだが、僕がおかしなクラスメートにつきまとわれていることを話したら突然僕と同じ高校に転入してきたのだ。こんなに心配してくれなんて、なんて兄思いな妹なんだろう。シノン、ここはどこかな。お兄様、ここはシノンの秘密の庭園なのです。え、なんでこの BGM。 シノンはお花のお世話をするのが趣味なのです。だからお兄様にもシノンの育てたお花を見てもらいたいと思ったのです。いや、いいんだけど、なんでこの BGM 流れてんの。じゃあなんで僕は両手両足を縛れてるのかな、そういうことですか。お兄様が逃げないようにです。なんで。こんなことしなくても逃げないよ。さあシノン、この名は滅いてくれ。その前にお兄様、シノンの質問に答えるのです。はい、質問。お兄様は浮気をしたのです。え、どっからそれ持ってきた今ね。なんかまだ血ついてるけど。浮気、何言ってるんだシノン。僕は二股をかけたことなんて一度もないぞ。いいえお兄様、お兄様は昔言ったのです。え、シノンをお嫁さんにしてくれると。そういうことを覚えてんだね、いちいちね。え、それなのにシノンに内緒で彼女を作るなんてひどいのです。てか君、あの眼帯どうしたん。眼帯どこ行ったん。結局両目使いとるやんけ。ひー、シノン、喋るを顔に近づけないで。何か言い訳があるなら聞いてあげるのですよ。ないです、誤解だシノン。あれは、子供の時のおままごとだよ。ただのストーカーで、ただのストーカーでやってみましょう。ただのストーカーだで。あれすっげえ急に眼帯ついてっけど。そうそう、前にも言っただろ、彼女とかじゃないんだって。とぼけても無駄なのです。やばいやばいやばい。家にあげたということは調べがついているのです。君、眼帯外したらそうなんの。だったら一生眼帯つけといてくれ。あの両手 両目眼帯つけろお前。でも前見えなくなって、あの引かれろ。変な肉じゃがとか無理やり食べさせようとしてきたり大変だったんだよ。本当なのです。本当ですよ、本当だよ。ケイトちゃんだ、何もないよ。わかりました。うわ、お兄様を信じるのです。めんどくせえこいつ。よかった、じゃあ早くこの名を滅いてくれ。はい、なのです。え、どうした。あれ、おかしいな、別の女の匂いがするのです。嗅覚散破三点。何それ。嗅覚散破三点って何。聞く。そういえばお兄様、さっきケイトちゃんとは何もないよとおっしゃいました。はい、とはって何なのです。口を滑らせましたね、私ね。はい、これは死のうか。いや、それは何というか。まさかお兄様、あのケイトという女とは別の女と浮気しているのですか。いや、そんなことはないぞ。っていうか、なんでケイトちゃんと違う匂いってわかるんだよ。ケイトは処分したので匂いを覚えているのです。ああ、あいつ殺されたの。あいつ殺されたの。処分って。そんなことは今どうでもいいのです。シノンは怒っているのです。お兄様はシノンに嘘をついたのですか。ついてねえよ。いやいや、違うぞ。何が違うですか。適当なことを言うとお花の肥料にしますですよ。はい、そうですか、好きにしてください。帰ってください。ひー、妹とは付き合えないだろう。だから知らない、別の女なんて知らない。これはシンプルに妹と付き合えないって言っちゃえばいいんじゃない。妹とは付き合えないだろう。だから、そんなの誰が決めたです。まあ、すごいこいつ。いや、法律とかで。心配ご無用なのです、お兄様。シノンは義理の妹だから大丈夫なのです。いや、普通に性格的に無理なんですけど。いや、でもさ、世間の目もあるし。ごちゃごちゃうるさいのです。いちいちつけんなよ、ガンタ、お前このやるバーカ。もしかしてお兄様、シノンが嫌いなのですか。めっちゃ嫌い、今めっちゃ嫌い。まだケイトちゃんの方まだ良かったよ。君すっごいめんどくせえもん。え、いやいやいや、めっそうもない。好きだよ、大好きです。本当なのです。めんどくせえこいつ。シノンもお兄様が大大大大好きなのです。
もうほんと一生両目に眼帯つけたけよ、まあ、ほんとに。はは、あ、ありがとう。シノンとお兄様は両思いだったのですね。感激です。はい、もうお花畑ですね、脳内からですね。はい、そうですね。あの邪魔な女をお花の肥料にしてしまえば一件落着なのです。君も一緒にお花の肥料になってしまえばいいのにね。え、いや、それは何か問題があるのですか。すっげえこいつ、ほんとすっげえこいつ。え、いや、ありません。では行ってきます。すっげえこいつ。お兄様は少し待っていてくださいなのです。早く行け。あ、僕には妹を止めることはできない。僕にできることは彼女の無事を祈ることだけだった。これゲームオーバーなの？おー、なんでかわかんないけど一発で行っちゃいました。一発じゃん、一発ですかね、多分。ケース3、クロエの場合。え、あの妹はどうなったん結局。僕の名前は誠、どこにでもいる高校生だ。両親が仕事で海外に行っちゃったせいで一人暮らししてたんで、最近は料理されそうになったりヒロインされそうになったりしたけど、なんとか生きてます。そしてやっと今日こそは本当に彼女と会えるんだ。え、じゃあその彼女もヤンデレなの？彼女の家で二人っきりで。改めて、僕は世界一幸せな男かもしれない。わ、私が知らないうちにそんなことが。大丈夫だったの？本当にこの子彼女なの？あ、彼女っぽい、ちゃんと。うん、ケイトちゃんは最近見かけないし。いや、殺されたんでしょ。シノンはあの後帰ってこなかったから、結局自力で縄抜けして逃げたし。マコト君、大変だったんだね。なんかおとなしめの子だね。もう目も見えねえし。それよりクロエ、二人からちょっかいかけられたりしない？クロエの方こそ大丈夫？心配してくれてありがとう。ああ、いいよ。でも大丈夫、私は何ともないから。一応付き合ってんだよね。なんでそんな気を取っちゃってんの？どうしたの？大丈夫なの？気をつけてね、あの二人。ちょっと、いや、かなりおかしかったから。私は大丈夫。私はね、うん、君なんかしたね、始末したね、多分ね。うん、帰り討ちにしたんだね、あのシノンちゃんのことね。それにしてもシノンのやつどこに行っちゃったんだろう。あれから1週間も寮に帰ってないって学校の先生から連絡あったし。あ、それで切れんのよ。うん、あれでも一応妹だからね、心配だよ。あのガキ。あ、後でもう一回拷問してやる。てか義理の妹なのにこの付き合ってることも知らないし、てかまずこの面識もないの？え、どういうことなってんのこれ。なんか言った？え、いえ何も言ってないよ。拷問とか言ってたけど君やばくね。実はあいつの携帯 GPS がおかしなことになってるんだよ。何度確認してもクレイの家から電波が出てるみたいなんだ。故障だよきっと。この子の正体出た瞬間めっちゃ怖そうだよな。今日はね、マコト君に大事なお話があってお呼びしたんだ。例の2人とも少し関係あることで。はい、でも普通に予想ついてるんですけどね。例の2人ってケイトちゃんとシノン。え、何？マコト君私の彼氏でしょ。それなのに他の女がいつも邪魔してくる。はい、ごめんなクロエ、苦労かけて。いいの、マコト君に怒ってるわけじゃない。だけどみんなマコト君を困らせるでしょ。君はシリか？なんかすっごいゆっくりだけど、シリ、なんかもうシリと会話できるんじゃない君。あの二人だけじゃないんだよ、他にもいっぱい。え、そんなに？え、そうだったんだ。私が排除するにも限界があるし。言っちゃってるよ。え、排除？だから考えたんだ。無視ないで。マコト君が困らなくなる方法。なになに？マコト君がここでずっと暮らせばいいんだよ。ずっとん？ずっと、そう、これから一生この家の中で。さあビンタして帰りましょうか。クロエと同棲か、憧れるな。でもそういうのってもっと大人になってからじゃない？それだと遅いんだよ。何もうどうしたんこいつ。もうどういうこと？私もそうするつもりだったんだよ。遅すぎるってどういうこと？でも誠くんの周りはいつも女の子ばっかり。あ、トラブル状態ね。私
決めたの。誠くんを独り占めするにはもうこれしかないって。何ですか？あれ？何これ？首輪。誠くんはこれからずっとここで暮らすから。はい、帰ろう。え？何言ってるの、クロエ。大丈夫？私が一番誠くんの彼女にふさわしいから。帰りましょう。食事も仕事も帰らせてください。トイレも。うん、帰らせて。全部私がやってあげるから。君が今持ってる方燃やしていい？ちょっとこれ外してよ。もうつけられてんの？こっちに来て。いや、こいついつまで本性出さないの。うわ、引っ張らないで。ほら、この部屋。うわ、なんでこんな部屋があんの？え？お兄様。あれ、なんでいんの？殺されてないじゃん。ケイトちゃんと死の？なんでここに？私が閉じ込めてたの。殺さないだけマシだね、この子。この二人普通殺すと思うけど。特にひどかったから。おう、何度私が彼女だって言っても聞いてくれないし。うん、絶対聞かないよね、こいつらじゃ。ダメだよ、すぐに解放してあげなきゃ。どうして？どうしてって、監禁だよ、これ犯罪だよ。あ、来るよ。ねえ、クロエ、二人を解放してあげて。来るよ。まだ出ないんだ。二人をかばうんですか？うん、今は共闘しよう。共闘してクロエちゃんをボッコボコにした後に、二人をボッコボコにする前に多分殺されちゃうから逃げよう。え？いや、別にかばってるわけじゃ。まことくんはそんなこと言わない。出た出た、そんなこと言わないパターン。まことくんの偽物です。出た、頭の中どうなって。ファに偽物。何言ってるの、クロエ。まことくんになりすますなんていい度胸だね。二度とそんなことできないように。どうやってなりすますんですか、まず。解体して。あら、まあ、すごいことになってあるけど。チェーンソーどっか出してきてんの？いつも血ついてんじゃん、全員。何したの？何？てか、誰も殺されてないのに、誰の血なの、全部。愛してるよ、これ。先に二人を解体し、あー、これはちょっと面白そうですね。二人を解体、いや、それセーブしましょう。二人解体しよう。先に二人を解体しよう。確かにそうだね。え？今のうちに、あれ？首輪が鎖で繋がれてて逃げられない。次は偽物の番だよ。え、もう殺されたの、あの二人。全然抵抗してねえじゃん。ちょ、やめ、ギャー。はいや、愛してるクロエ。あ、いねえし、二人。どこ行った？愛してるクロエ。おう。やっぱり、本物だった。こいつやば。ごめんね。まことくん。君の持ってる本が変形してチェーンソーになってんの？どうなってんの、君。いいんだよ。はははははは。ビンタしよう、こいつ。私と誠くんはここでずーっと暮らすの。嫌です。そうだね。でもその前に邪魔者二人を処分しないと。うん、まあでも処分してくれると助かるよね、ぶっちゃけ。僕気分が悪いから外で待ってるよ。ダメだよ誠くん。これからずっとでしょ。君のセリフが終わるのにだいたい5秒以上かかってるよ。でも そっか。うん、があるからそんなこと言うんだ。何ですか？え？邪魔な手足があるからそんなこと言うんだ。なんでそうなんの？だったら手足がなくなればそんなこと言わなくなるよね。ね？君めちゃくちゃ頭良さそうな見た目してるのに一番バカだよね。ダメだ、このままじゃやられる。やっぱりここにまた愛してる。これまた愛してるクロエにしたらまた戻んの？どうなの？逆にやっぱりここにいますにしたらどうなの？やっぱりここにいます。だから手足を切らないで大丈夫です。もうめんどくさ、こいつ。何なんこいつ。
私もできれば誠くんを傷つけたくないから。傷つける気まんまやん、お前。もうダメだ。僕はここで一生暮らすんだ。じゃあ、先に邪魔者二人をやっちゃうね。どちらにしよう。いや、これ言ってる間にやれ。二人やれ。早くしろ。これ首輪の鍵だ。今なら逃げられるけど。あ、見せましょう。はい。二人見せよう。だって僕、二人でも僕にひどいことしたし。早く逃げよう。もう話なんて聞いてる暇ねえから早く行こう。僕は出ていく。もうたくさんだ。あれ？言い忘れてたけど、この部屋。うん、はい。もう僕は頭の中でこのセリフ全部読みましたよ。鍵がかかっているので出られませんよ。はい。ああ。やっぱり。うん。早く殺そうこいつを。お邪魔みたい。だね、うん、な、投げんだよお前。投げんし、他二人今のうちやれよこいつを。いやー、うん、ですよね。うん、この子めんどくせ、こいつマジ、こいつめんどくせ。助けましょう。二人助けなきゃ、見せるなんてできないよ。まずはグマイからあの世に送ってあげる。戦え、お前もシャベルあるだろ。シャベルベースチェーンソーってだいぶ無理だけど。うわー、あ、ねえか、多分募集されてるか。キャー、早く二人を解放しないと。お兄様、これは。お前なんで笑ってんだよ、お前ふざけんなよお前。シノン、これはなんで持ってんだよ。兄様だけでも逃げるのです。いろいろおかしいよこの空間。そんな二人置いていけないよ。いいから行って、マコト。おっと、三人全員潰しちゃうんですね。じゃあすごい通行会じゃないですか。早く逃げましょう。一体私もう長いこいつ。マコト君と一緒にいたいだけなのに。許さない。すごい演技うまいんだけど、あの他のキャラに比べたら 2,3 倍は時間かかる。うわぁ次の日僕は学校休んだ。あの後警察に通報したけど何事もなかったし、一体何がどうなってるんだろや。あの後どうなっちゃったんだろう。え、どうもならなかったよ。ええ、うわぁ、黒へどこから入ったの。鍵を使っただけなの。出た、このパターンも全員集合パターンやんけ。シノ、ケイトちゃん、君一番存在感薄くなったね。もう一番薄いよ君今。ケイトちゃんまで一体何がどうなってるの。あの後3人で話し合って決めたんだ。なんで3人で話し合うんだよ。俺も混ぜろや。話してみたら意外と気が合っちゃって。一番重要な人物なんで省んだよ。これからは3人でお兄様を管理していくことになったのです。勝手に決めるなよ。すっごい全部勝手に決める。いやだよね。え、待って、なにこれ。なにこれ、ハンドスピナー、あ、キャスト、エンディングがすげえ ちっちゃい BGM。 あらかじめ設定で BGM の音量下げてたらありえないほどちっちゃくなっちゃったということで、エンドクレジットをちょっとカットしたんですけど、男の子のキャラも全員出てきちゃったんで、ちょっと一旦カットしました。で、次男の子で、やっていきたいと思います。多分、同じ展開みたいな感じなんじゃないですかね、と私は思ってますけども。多分、男の方がやばいよね。僕だけ見ちゃったんですけど、一人とんでもないやついましたからね。はい。じゃあ、また次回、男の子編やっていきたいと思います。女の子であんなやべえから、多分、男の子本当にやばいと思いますね。はい。じゃあ、僕は、はい。終わりです。